茶の湯は人と人が心を通わせ合う日本の和の心を重んじる文化です。その正式なもてなしを茶事と呼びます。一期一会と言われるように、一生に一度の気持ちで亭主は心を尽くして客をもてなし、客もその思いに応える。茶事では亭主と客の心が交わる中で清らかな時が刻まれます。ここでは茶事の流れを紹介し、その一端に触れていただくことにしましょう。茶事の眼目は濃茶です。亭主はそのために炭火を整え、懐石を進めます。その後濃茶、続いて薄茶を進めます。それでは詳しく見ていくことにしましょう。客が茶室に入ると、床には掛物のみが掛けられています。掛物は茶事の主題を表す道具として、亭主は心を配ります。亭主と客が挨拶を交わした後に炭手前が行われます。亭主は懐石の後の濃茶のために釜の湯が沸くよう炭火を整えます。茶事で振る舞われる食事は懐石と言います。茶の湯の懐石はあくまで濃茶をおいしくいただくための食事で、一汁三菜を基本としています。一汁三菜はご飯のほかに一つの味噌汁と三つのおかずのことです。つまり向こう漬け、追って出される煮物、焼き物のことです。これに香のものがつきます。これらはすべて食べきれる量で用意され、一汁三菜は日常生活における食事の基本でもあります。懐石は一度にすべての食事を出すのではなく、出来たてのものを順に出します。飯は炊きたて、煮物や焼き物も出来たばかりの熱いものを出します。亭主と客および客同士はさまざまなやり取りを通じて心を通わせ合い、和やかな中にも濃茶への気持ちを高めていきます。懐石の後には濃茶に合わせた菓子が振る舞われます。季節や祭事にちなんだものや饅頭、蒸し菓子などの素朴なものが用いられます。客は菓子を食べ終わると一旦茶室を出ます。その間
亭主は濃茶のしつらえに改めます。客は心新たに茶室に入ると、そこには今まさに開かんとする花、釜の湯が沸く音、亭主は心を込めて客に濃茶を立てます。一碗の濃茶を通して、亭主と客は心を深く通わせ合い、まさに一期一会の一服を共に味わうことになるのです。濃茶の後には、せんべいや飴などの軽めの菓子が勧められ、薄茶が振る舞われます。濃茶での一体感を経た亭主と客が、和やかな雰囲気の中、薄茶をいただきながら、さまざまな話に花を咲かせます。時を迎え、一期一会の茶事を惜しみつつ、客は茶室を後にします。利休の言葉に、茶の湯とはただ湯を沸かし、茶を立てて飲むばかりなる、元を知るべしとある通り、茶事は一服のお茶をもととして、人との和を大切にするものです。それは我々の日常のお茶と何ら変わることのないものです。
ぜひ皆様にも自分なりの形で一服のお茶を日常生活に取り入れていただき、より心豊かな日々を過ごされますことを願っております。